はい、皆さんこんにちは。スターディーの河野玄斗です。この度スターディーの春季講習が開講します。映像授業でしかも3講座やります。お腹鳴った。現在 YouTube で講義動画たくさん上げているんですけど、これまで教育系 YouTuber をやってきた中で、この動画めっちゃためになるんだけど絶対伸びないなっていう動画たくさんストックとしてあるんですよ。そういった動画をどうやって出していこうかなっていうことを模索した結果、今回の購入型という形になりました。次に3講座の具体的な内容を紹介していきます。まず1つ目が場合の数確率、脱初級者怒涛の45問。場合の数確率の教科書レベルの問題ならなんとか解けるけど、ただそこからさらに一歩進むと全く解けないっていう方が主な対象です。この講座を取ってもらえれば、僕が選び抜いた45問を通して場合の数確率ってこういう風に解いていけばいいんだというような基本的な考え方から、応用問題の結構難しめの問題に対してもこういう風にアプローチしていけばいいんだという思考力っていうものが身につきます。次に2つ目の講座は物理、力学の本質を微積で学ぶ。微積っていうと身構えてしまう方もたくさんいるんですけど、微積全く難しいのは使えません。この動画の対象者としては、物理かじったことあるけどいまいち全体像がよく分かんなかったなっていう人です。この講座を通してその物理っていうものが微積を通してみれば全てが根本でつながっているんだと。エネルギー保存則だったり単振動の公式だったり、いろんなものがあるんですけど、それは微積を使えば全部同じところでつながってるんだっていう、そういった感動を味わってもらいたいなというものです。まあ今時物理を微積で習わないのは、まあ、例えば今年の東大の問題とか見てもわかるんですけど、まあ、ありえないなというふうなのは個人的な感想としてありまして、逆に微積さえ使えばどんな問題も本当にワンパターンで処理できるようになるので、物理を受験で使う方はぜひ見てほしいなと思います。3つ目の講座としては数3の微積入門スタートダッシュパック。こちらの講座の対象者としては、数3をこれから学ぶけど結構不安だよっていう方とか、あとは数3ちょっとかじったけどあんまちょっと分かんなかった、太刀打ちできなかったよっていう方が対象者です。この講座では数3の一番の山と言われる微積分の範囲を1から大事なポイントだけつまみながら一通り外形を学ぶことができるというものになっています。やっぱり微積でねつまずく人が多いと思うので、ただそれも本質さえしっかりと抑えればつまずかないと、苦手とする人が多くて、やっぱりその一回置いてかれると自分でどうにか立ち直っていくっていうのがなかなか難しいところではあるので、ぜひね一から本質を学んでしっかりと周りの人たちに差をつけていきましょう。ということで、場合の数確率の講座と、あと物理の力学の講座と数3の微積の講座、この3つの講座を春季講習でやっていこうと思います。で、具体的な料金だったりどこで申し込めるかっていうことについては Twitter やあと LINE アットでまた改めて告知します。あと早期で申し込んでくれた方に早割り特典も行いたいと考えているので、ぜひ見逃さないようチェックお願いいたします。ということで、春季講習3講座やっていこうと思うんですけど、ただ YouTube の方もめちゃくちゃ面白い動画、めちゃくちゃためになる動画たくさん出していこうと思っているので、ぜひチャンネル登録、高評価、あとこういう動画撮ってほしいよっていうものをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。